日本の食文化において主食としてお米は 40% を占めており、そのうち国内での自給率は 98%、 ほぼ 100% と言える状況です。約3000年前から稲作が始まり、稲作に多くの時間や労力を費やし、田んぼを耕すことに注力してきました。また食文化にも反映され、ほぼ毎日お米として食べるだけでなく、米を原料として製造した日本酒やお餅、おかきせんべいなど、米からいろいろなものが生まれています。最近の研究で米ぬかエキスに人型セラミドが含まれていることが解明されました。人型セラミドは通常のセラミドとは違う保湿作用があることが分かり、また美白作用や免疫力向上に働きかける作用も見出されております。今後米ぬか原料を使用した美容商品が今以上に作られていくでしょう。このようなことから、日本人にとってお米とはつながりが深く、非常に重要な植物だと思います。